本間正春、本間正春、本間正春、1887年、明治20年11月27日から1946年、昭和21年4月3日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。営点は、13陸に等、陸史19期、陸大27期恩師。太平洋戦争、大東亜戦争において、 フィリピン攻略戦を指揮した。英国通りの人道主義者であったことは米軍にも知られているものの、戦後はバターン氏の行進における部下の行為の責任を問われ、重殺刑に処された。本間県基地の長男として、新潟県佐渡郡旗野町、現佐渡市旗野に生まれる。佐渡中学、陸軍士官学校、19期を経て、1915年、大正4年陸軍大学校、 二十七期を優等で卒業。1933年に不評第一連隊の連隊長となるまで、下記の経歴に見られるように実戦部隊の指揮をした経験がなかった。太平洋戦争において第十四軍司令官としてフィリピン攻略戦を指揮した。当初の戦況は順調で、第十四軍はマニラ市の占領に成功する。マニラ真中にあたり、 将校800名をマニラホテルの前に集めると1時間にわたり焼くな、おかすな、奪うなを徹底し違反者は厳罰に処すると訓示を行った。バターン半島では米飛軍の頑強な攻撃を受けた数の損害を出し構成が停滞する第一次バターン半島の戦い。結果大部隊の増援によりバターン これヒドール島は陥落した第二次バターン島の戦い。一方、敵将のダグラス・マッカーサーは日本軍に追い詰められ、自らが捕虜になりかねない状況にまで追い込まれていた。フランクリン・ルーズベルト大統領は、個人的にはマッカーサーを嫌ってたが、一万一、マッカーサーが戦死したり捕虜になるようなことがあれば、国民の士気に悪影響が出ると考え、 マッカーサーとフィリピンのマヌエル・ケソン大統領にオーストラリアへの脱出を命じた。マッカーサーは家族を連れてパイナップル畑の秘密飛行場から B-17 でオーストラリアへと飛び立った。マッカーサーがコレヒドール島を脱出した後、日本軍はバターン半島を占領し、米飛軍の約7万6000名を捕虜としたが、オドンネル基地に移送するときに、 移送計画の不備により多数の捕虜が死亡した。バターン半島の陥落後、1942年8月に参謀本部府となり、内地へ戻る。日本ニュース第115号にて、本間将軍機関の肉声、映像が残っている。同月、予備役に編入され、以後は軍務に就くことなく、フィリピン協会理事長を務めて、終戦を迎えた。予備役編入の理由は、 バターン攻略の不手際を咎められたものとされる。終戦後、バターン氏の後進の関係者が処罰されるのではという、話を陸軍が聞きつけ、先手を打って処罰すれば刑が軽くなるのではないか、いわゆる一時不再利の発想をと考え、本間の陸軍中将としての礼遇を停止した。しかし、結局マニーラ戦犯裁判で、バターン氏の後進の責任者、戦犯として召喚された。 本間は前述の通り人道主義者であり、バターン氏の更新での捕虜への非人道行為は、本間の責任ではなく、部下の責任であった。しかし、結果的に責任を取ることとなり、有罪判決が下り、本間は死刑と決まった。有罪判決が下ると、本間の弁護団は、アメリカ連邦最高裁判所に人身保護令を求めたが、6対2の判決で却下された。処刑は、 1946年、昭和21年4月3日0時53分、ちょうど4年前に、第14軍司令官であった、本間の口より総攻撃の命令が下された、同じ月日、同じ時刻に合わせて執行された。当時、ほとんどの将校が、囚人服で、公主刑に処せられたのに対し、本間の場合は、略式軍服の着用が認められ、しかもその名誉を重んじて、 銃殺刑であった。同じく、マニラの軍事裁判で死刑判決が下れた山下智之の場合は、囚人服を着せられたままの公死刑であった。時世の句は次の通りであった。1945年、昭和20年12月19日審理開始、1946年2月11日判決、同年4月3日銃殺という早さで処刑されたのは、この裁判が、 これヒドールで屈辱的な敗北をしたマッカーサーの本場への復讐劇であたと言われている。温厚な性格であり、陸軍切手の英語堪能者と言われていた。またしかも、そうで、朝日に匂う王家、台湾軍の歌などといった多くの軍歌の作詞もて、陰げている。今村人志陸軍大将とは同期であり、陸士の試験当時や中英部幹事など長年の付き合いがあり、 親友として深く交流を交わしていた。身長は百八十センチメートル強で堂々たる体育を持ち、かつ日本人離れの彫りの深い顔を持つ美男子の本間は秩父の宮府皇族府部官当時上流階級のサロンではよく噂になったという。秩父の宮が奔放な人柄だったために、その行動に周囲からわずらい声が聞こえている檻であり、本間も口では 困りますと言いながら、テニスの相手をしたり気を使っていたという。予備役返入後、人を攻略戦の敵将であるマッカーザーを、文武両道の名称だね。文というのは、文次の面も、なかなかの政治家だ。この名称と戦ったのは僕の名誉だし、金塊だと評した。皮肉にも、ほんまはその、文武両道の名称の恨みを買い、処刑されることになる。 本間は二度の結婚を経験している。はじめの妻ともことは、1913年に結婚した。参謀次長を務めた、田村伊予蔵中将の娘であったが、非常に自由奔放の生活を送り、女優を真似て舞台に出たり、多くの男と浮き名を流すなど周囲から貧縮を買う、行動が目に余った。海外駐在中に破局を知り、失意のまり窓から飛び降りようとした際には今村に、 止められている。二度目の妻である藤子は、先般裁判に証人として出廷した際、と陳述、その毅然とした姿に、本人はもちろん、裁判官や、検事も、感動の涙を流したと言われる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。